チャールズ・バークレー、チャールズ・ウェード・バークレー、チャールズ・ウェード・バークレー、1963年2月20日対は、アメリカ合衆国アラバマ州リーズ出身のバスケットボール選手。NBA で16シーズンプレーした。1992年バルセロナオリンピックと1996年アトランタオリンピックの金メダリスト。2006年にバスケットボール殿堂入り。 チャールズ・バークリーと表記されることもある。NBA 史上、生涯通算得点2万 P、通算リバウンド数1万 R、通算アシスト数 4000A を超えた5人の選手の1人、インサイドを完全に支配できた、NBA 史上最高のパワーフォワードと謳われている。交渉身長 198cm、実際は193から 195cm 程度と、自認ながら、 非常に体重、横幅のある選手であった。その巨体に見合わぬ、高い運動能力と技術を有していた。大変な毒舌家であり、歯に衣着せぬ物言い,いでも有名。コートの内外にかかわらず、話題に欠けることのない人物。愛称は、空飛ぶ、冷蔵庫、小山、サーチャールズ。オーバーアン大学でプレーしていた頃に頭角を表し始める。 この頃にはすでに身長にしては体重があり、それをからかう記者などもいた。跳躍力と体重を生かしたリバウンドを持ち味に評価を高め、ついには1984年のオリンピック代表候補となるが、最終的には選考から漏れている。1984年の NBA ドラフトでフィラデルフィアセブンティシクサーズより全体5位で指名を受ける。キャリア初期は、 体重コントロールができず、走ることが苦しかったと語っているが、ウェイトトレーニングをして、体ができてから、トップレベルでやれる自信がついたと話す通り、プレーもどんどん向上していった。ドクター・ゼイコとジュリアス・アービングや、モーゼス・マローンな歴史に残る名選手に囲まれながらも、バークレーは、次第に存在感を示すようになり、1987年には、オールスター戦出場を果たす。 個人成績はリーグ屈指のスター選手にふさわしいものになっていたが、チーム成績は降下していき、バークリーはチームのフロントに不満を持つようになる。1992年、ドリームチームの一員として金メダルを獲得した後、自ら志願したトレードにより、フェニックスサンズへと移籍した。新チームに移ったそのシーズン、リーグ屈指の PG ケビン・ジョンソンとバークリー。 セドリック・セバロスら将来を嘱望される若手、またガンマーリーらベテランがうまく噛み合い、サンズはブルズをも上回る、リーグ最高の62勝20敗という成績を上げ、バークリーは MVP を受賞。NBA ファイナルに進出、マイケル・ジョーダン率いるシカゴ・ブルズと対戦。しかしチームは、ホームゲームで全敗したことが大きく響き、シリーズは、ブルズの四勝二敗の勝利で終わり、バークリーは、 悲願の優勝を逃す。この時期以降、バークリーは、怪我がちになり、欠場が増えるようになり、また同じくチームの柱であったケビン・ジョンソン、ダニー・マニングといった他のオールスター級の選手が、のきなみ怪我を起こし、サンズは、唯一ダンマー・リーだけが安定して、出続ける、満身創痍のチームとなり、ブルズに対抗できる、スター軍団と目されていたにもかかわらず、 結果を残すことができずに二度と NBA ファイナルへの進出はならず、バークレーとチームオーナー、ジェリー・コランジェロの間の確執が表面化した。1996年、バークリーは優勝できる、新天地を求めヒューストン・ロケッツに移籍。アキーム・オラジュアンやクライド・ドレクスラーといった当時を代表する選手をチームメートに得る。しかし NBA ファイナル進出はならず、 1998年にドレクスラーは引退。翌シーズンは入れ替わりにスコッティ・ピッペンが加入するもののまたもやファイナル進出は果たせなかった。1999年12月8日のフルス・フィラデルフィアセブンティシクサーズ戦で左膝の剣断裂という全治6ヶ月の重傷を負い、その翌日にシーズン限りでの引退を発表した。その際、数年前に コート内外での態度に対して苦言を呈し、絶戦を繰り広げていたアレン・アイバーソンも引退会見に駆けつけ、牢をいたわった。その後、怪我を追いコートから担ぎ出される姿で終わりたくないとの思いからリハビリを開始。見事に最終戦に間に合わせ、わずか6分間であるが出場し、リバウンド、ゴールも記録した。引退後は TNT でコメンテーターの仕事をしている。 現役時代には映画ホットショットでビル・レイン・ビアと共に亀を出演し、またスペースジャムではマイケル・ジョーダンだと共演た。1996年に NBA 創設50周年を記念して選出された50年の歴史で偉大な50人の選手の一人、10年後の2006年にはバスケットボール殿堂に迎え入れられた。2001年バークリーが フィラデルフィアセブンティシクサーズで使用していた背番号号34が同チームで永久欠番となり2004年にフェニックスサンズでも使用していた背番号号34も永久欠番に認定されている時折彼がアラバマ州知事選に出馬するとの噂が上りその度バークリー自身はそれを否定してきたが2006年には2010年の知事選出馬に意欲を見せたバーリーは 従来共和党支持を明言していたが、2010年の知事選に出る場合には、民主党からの出馬になると述べた。NBA 史上最高のパワーフォワードと謳われる存在。類いまれなオリジナリティとカリスマを持ったプレイヤーとして評価を受けている。身長198センチメートル、実際は193から195センチメートルとガード涙が、 常時体重1 1 5ラムをオーバーする非常に大柄な選手であった。フォワードとしては低身長だったが、屈強な肉体を生かしてセンターをも圧倒。バークレーは重量級ながらも極めて高い運動能力を有しており、コート上を端から端まで高速で駆け抜けるスピード、リングの遥るか上まで手が届く豊かな跳躍力を発揮した。 高い運動能力と曲が生み出す圧力で2メートルを超える大男たちを打ち負かした。リーグ屈指のオールラウンダーであり、得点、パス、リバウンド、ブロックショットといったあらゆる部門において毎試合高度なパフォーマンスを見せた。圧倒的パワー、広いウィングスパン、高い跳躍と走力を合わせ持っており、パワーフォワードというポジションでありながら、 ガードと並走する姿がよく見られるほど前衛を走る、走力があり、なおかつパワーに恵まれていたためドリブルでそのまま、ダンクまで持ち込むパワフルなシーンが多かった。一方トランジションの場面においても、インサイドでは、ポストアップからのスピンムーン、アウトサイドでも優れたクイックネスを発揮し、ミドルレンジや、時に 3P などのロングジャンパーも使う。ボールハンドリングもうまく、 自身が攻撃の起点となり的チームの隙をついたパスさばきアシストも多く記録。特に有名なのがトップポジションからバックビハインドでゴール下やアシストしたプレーでハイライトによく使われる。当時のパワーフォワードとしては攻撃の選択肢が幅広い希少な選手であった。過度なハッスルプレーや奇想天外な言動、あからさまなラフプレーが引き起こした数々のトラブルから 冷静沈着の対局に位置する人物として認識されやすい。しかし、旧な高いバスケットボール IQ と要所で起点を聞かせられるクレバーなプレイスタイルを持ち合わせているため、決して一筋縄ではいかないプレイヤーであった。大変な毒舌家であり、ラフプレイと口の悪さでマッチアップマンを苛立たせる NBA 事情屈指のトラッシュトーカーだったが、抜群のユーモアセンスでファンが多かった。 キャリア通算、1試合平均、22.1得点、11.7リバウンド、3.9アシスト。だって、こんなはした金のために手を汚す気にならないだろ。ああ、見たよ。ガラスに、デンバーに、すべて当時の弱小チーム、なあ、神様が、そんなにいいものなら、なんで、お前にジャンプショットを授けてくれなかったんだろうな。やっと酒の飲めるやつが入ってきたぜ。 開幕戦の相手はキングスだろ。じゃあ、俺が出なくても勝てるよな楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。